はい、お疲れ様です。ニハオ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 、ヘローエブリワン、ヘローエブリワン。急遽、今日配信するつもりさらさらなかったんですが、はい、そうですね、今日は何もないので、はい、ちょっと出張、はい、出張の合間に寄ったらバージョンアップだということで、いや中国人さんは仕事は早い、素晴らしいですね、仕事は早い、本当にありがとうございます。韓国は全部、前のバージョンが88 0.88、はい、というわけで新バージョン 0.89 となります。おめでとうございます。ありがとうございます。バージョンアップおめでとう。サイモンテーブバージョンアップおめでとう。というわけで、テストプレイヤー誰か、ちょっとやってみます。北斗リコ、スタートボタンだけ押してもらって、北斗リコ、フリープレイなんでやっちゃってください。イエーイ。じゃあ、どこが変わったのか。いやー、楽しかったね。北斗リコさんのバージョンアップ初プレイ。あれ、キャラが不条理な部分を削除しました。キャラが2人しかいない。修正内容は不条理な部分を削除しました。あー、なるほど。おー、まあ、おラウンド1。2人、まあ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 、あれちょっと僕ら疲れてるんですかね。そうっすね。あれヒエンと郊外しかいない、ね、はい、あれ、あんだけ猛威を振るったあの超運の永久は削除ということで無事。いや、あの超運の永久が削除されたのではなく、あ、違う、不条理なものを、あ、不条理なものを削除、はい、削除します。はい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 、はい、まあ、あの後ひどいのもいっぱいありましたからね。まあ、そうですよね。甲虫の永久とかね。ひどいものはやっぱ削除しないとダメですね。あとは、はい、聴覚のエリアル永久とかも、まあ、まあまあ、ひどいですよね。88だから残ってましたからね。まあ、よくないですよね。あれは修正すべきですよ。ひどいなものは削除するべきです。すべきですよ、間違いない。というわけで、キャラごとなくなっちゃいます。キャラごと削除。キャラが2キャラのみになります。あの動画に残ってない不条理な、不条理じゃないキャラが。そうですね、まあ、あいつら諦めたんですかね。これがシャオハイの挑戦。すごいですね。すごいですね。僕らの開発力の前にお手上げということでよろしいんですかね。でこの2キャラは不条理じゃないと向こう判断したんですね。いや、ちょっと待てよ。これでさ、チキン君が残されたギエをやるわけじゃないですか。え、ちょっと、ギエ、今から見せる不条理な部分。じゃあの不条理、じゃあどうぞ。ギエの不条理な部分を見せると、これで郊外しかいなくなる。わぁ、この格ゲー史上最もバランスのいいゲームになってしまいますよ。これ、ギエの不条理な部分も見せると、おいおいおい、不条理なところが、いやー、完成されたゲームになってしまう。いやー、あー、永久エリアルが決まっている。あー、ダメだー、あー、ダメだこれ。シャオハイアンビオッタ補正切りして即死だー。これは不条理な部分ですよね。これ不条理な部分ですよね。これは不条理ではありません。これ不条理じゃないぞ。はい、中国側が判断した結果、はい、不条理ではありません。ああ、なるほど、最初の部分。これは永久コンボに課税になります。 0.5 回収します。 0.5 回収する、補正も切れます。でも不条理じゃありません。なるほど、そういうことですね。さあ、持ちキャラ側の2人になりましたよね。CPU が2人目。2人目、前は同キャラ戦なかったんですけどね。同キャラ戦なくて最後絶対超強かったですよね。そして、チキンが、始まりましたね。始まりましたね。発動永久も始まりましたね。はい、これを挟むと吹っ飛ばない、はい、これを挟むと吹っ飛ばないでいける、はい、そしてピヨって即死と、あらららら、不条理ですね。これ、プレイヤーキャラが2人しかいないんですけど、ええ、で CPU2 人目じゃないですか、ええ、勝ったらどうなるんですかね。どうなるんですかね。どうなるんですかね。2人しかいないんで、あ、はいはい、あ、決まりましたね、はい、発動して、あ、目押しミスって、目押しミスって繋がってないけど、はいはい、まあ実はこうやって繋がりますよっていう感じ。普通に繋げると吹っ飛ぶんですけど、発動中の下見下へ挟むと吹っ飛ばないんですね。はい、あらららら、あらららら、
これプレイヤーキャラ2人で CPU2 人倒しましたけど、この後はとりあえずこのコンボは1ゲージ消費して出て端回収しながら2回でピョりますけれども不条理ではありません。エンディングが始まったぞ。おいエンディングだ。おいちょっと待ってください。このゲームワンプレイ100円ですよね。はいはいはい、はい、CPU2 人でだいたい3分、はい、4分ぐらいですか。まあ3分ちょっと、これ不条理じゃないですかね。いやこれ不条理な思い出はいっぱいいますよ。思い出思い出思い出今映ってるのは不条理な思い出です。なるほどね。完全に思い出が走馬灯のように走っている。おかしいなちょっとこのままあの、はい、誰がデバッグしたか。あそうですね。誰が悪いかっていうのちょっと皆さんにも見ていただこうと思います。これはこのキャラ削除に判断したやつら誰なのかと。そうですね、このモデルアーティストこいつらモデルしてくれたのに。こいつらがモデルしてくれて、こいつらがキャラクターを作ってくれ作ってくれたのに。やってくれた。しかも今のところその不条理じゃん不条理じゃないキャラクター出てないですから、ね。ああそうですね。まあ懐かしいですね。キューバージョン不条理だった人たち。デバッグしたやつの名前が出てきました。ダーコシャオハイ。はい。ダーコさんシャオハイさんあなたたちがデバッグしたんですね。そうですね。クオリティを高めたんですね。この人たちが。クオリティコントロール。すごいですね。そうですね。この2キャラこそが最高のクオリティだと。そうですね。Thank you for playing! 応援してくれてありがとう的なね。そうですね。というわけでバージョン戻したいと思います。そうですね、バージョン 9.0 を期待したいと思いますね。そうですね、0.9 か、0.9 ね。 0.9、まだ正版じゃないですね。そうですね。この0.89 に出会えたことが僕ら幸せですよね。そうですね。またこの動画アップして向こうからコメントを待つっていうことですよね。今度なんすかね、添えたコメントは不条理な部分戻しました。ただえどうなんだろう、戻せる、この戻せるのかどうかがわからない。これ戻せなかったら損害賠償請求できるんじゃないですか。あれ発動しないね。あれ発動しないね。あれなんとかなんとかあれか火災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 なんとか中発動しないですね。資源火災中、資源火災中、資源火災中ありましたけども、資源を現在中ってのはないですね。これもしかしてダウングレードできない系ですかね。できない系ですかね。まあそうですよね、資源は減らせないですよね。そうですね。今やったから最新のパッチを当てた結果こうなりました。不条理なものを削除したパッチを当てた結果がこうなっております。これが三国演武の最新作。そうですね、不条理なものを削除した三国演武が今こうなっております。何が起きてるか、不条理なキャラは全部削除です。これいやどうすこれ遊ぶのマジで。あこれ僕どっちも持ちキャラなんで大丈夫っすよ。いやいいけどさ大会やんねえよこれで。あいやでもミカドはあのマイバージョン大会をやるっていうのはちょっと義務付けていこうかなと。 0.88 大会やってねえんだ。あ88これからっしょ。あこれからこれから。あでも89出ちゃったの。そう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 。いやできない、できないですか、マジで。というわけで、はい、ダウングレードができないということなので 0.9 が出るまでめんどくせーなー。バーチャファイターバーチャファイターっすか。あーまあ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 、きっと向こうの公文前の方は、はい、すぐに見てくださると。そうですね、この願いも込めて今回のこの動画はちょっと早くアップしてっていうことですよね。はい、というわけで以上、はい、三国演武アップデートでした。おめでとうございました。アップデートありがとう。皆さん次のバージョンお楽しみに。いやアップデートありがとう。早い対応ありがとう。